その時になって俺は初めて気がついた。同僚二人が、いや、その場にいる全てのものが俺に異様な目を向けていたこと。本日より夜間地域交流課に配属された宮古新です。ただの新宿区役所職員です。テレビアニメ真夜中のオカルト公務員2019年4月から放送開始です。